反復は中華民国の政治家、北京政府最後の国務院総理である。字は、慶光。新朝の巨人で地方官を歴任した後、1911年7月、三世巡部陸、省の幕僚となった。同年10月に侵害革命が起き、陸、省が殉職すると、反復は帰郷し、雲邦と共に、路豊か面粉講師を経営した。 1912年、南京臨時政府財政部で勤務し、同年4月には、チャンス都督府秘書に任じられた。1913年1月、山東省に戻り、同省実業市市長に就任した。1914年11月、山東運河初春局、光カ内主任となる。1915年秋、故郷に戻って、ロユタカ防食省を経営した。 1916年5月、北京政府に招聘され、全国推理局副総裁に就任した。1918年冬、運河初春局副総裁となる。翌年12月に、雲法内閣で財政部次長に就任した。1920年5月、運輸局総裁となる。7月には、処理財政総長にもなっている。8月、第2次。 雲法内閣で財政部次長兼使を、ス務む所、ただ主弁となった。1921年6月にも財政総長を代理した。同年12月に一旦辞職し、天津に偶居している。1926年、稼働、ただ主弁として、正解復帰する。10月には、処理財政部総長。翌年1月には、交通総長に就任した。同年6月、 張作林の下で国務院総理研交通総長となる。3月には関税自主委員会主席も務めた。6月、中国国民党の北伐に敗北して北京政府は崩壊し、反復もバリに従って法天省に戻ろうとした。途中、張作林爆殺事件が発生し、反復も巻き込まれて負傷している。そのまま藩は張学寮の下に赴き。 駅史にも従った。一時は、朝の高等顧問も務めたが、後に、天心に、再び空居している。1936年9月12日、北平で病没、去年54、ありがとうございます。